アコギ弾き屋日向くんのお母さん、今日のギターはマーチンのトリプル O18 と28なんですねと。じゃあサイモンとガーファンクル聞きたいな。ああそうですか、サウンドオブサイレンスをリクエストしますと。じゃあまず18からいきましょうか。ハモってくださいね。 Hello darkness my friend, I've come to talk with you again。 これが18ね。じゃあ28を弾きますよ今度はね、トリプルの28。はい、いいでしょ。 Hello darkness my old friend、 これが28で、18がこちらでございます。はい、18の方が軽いっていうか、コーンと出ますね。やっぱね、明るい音がするって感じですよねこちらはヒロルさん。今日はトリプルをお持ちとのことで生ギターリクエスト。確かにフォーエラブのイントロ最後のハーモニクスとかまで、トリプルオーという言葉を知ったのはこの曲の解説でだったと記憶してます。あれはね、トリプルオーの45でしたね。僕もう早々に売っちゃいましたけど、ね、今持ってんね、千葉のなんたらっていう男の子ったってもうおっさんでしょうけどね、買ったんでね、俺が出したやつをね、石橋だったかな、あれ今持ってきゃあれ結構良かったな、あれ初年度だもんな、トリプルオーの45の復刻の。これが18ですね。18で、28が、これが18、あ、28。28の方が低い方は中域が出んのかな、柔らかい音がしますね。18の方は、行ったり来たりね。はい、これが18、67年、28は70年、計らんだ。どっかのみゆき、さん、 あとね、あ、この人もそうか、サリーさんもそうだね。ジェームス・テイラーさんがいらっしゃるんですか。ジェームス・テイラーさん、明日一日だけ、お、一日だけなんだ。ジェームス・テイラーの You've Got a Friend、 君の友達をリクエスト。これはどっちか分かりますか、今の。ニャ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 。これが今28ですね。28の方が艶はあるかな、18の方が抜けがいいというか、なんて、次18ね、マホガニ。はい、これが18ですね。はい。マサヒロの父、祝ジプシーキングス来日。あ、ジプシーキングスも来んの？あ、本当。ジプシーキングス来日して懐かしいや本家ジョビジョバポップスとを歌とギター。あ。わかんないのか、これ何語、ラテン語でしょ、違ったかな、何語だかわかんないしな。はい、次は、あ、浅漬さん、ボクサーね、サイモンとガーファンクル、ボクサー、イントロからいきますか。はい、
これあの今18ね。じゃあ次22。これね、何が大変っつうかね、まあ、めんどくさいわけじゃないんですけど、カポがね1個しかないんです。だからカポをね付け替えながらやって、喋りながら、はい、あこれが28。 I am just a poor boy。 だいぶこのね28、ここに来て鳴るようになりましたね。福島の岬、ビートルズコンティニューイングストーリーオブバンガロービルのイントロ、これはスパニッシュギターの音ではないと伺ったんですが本当ですか？これなんかあのなんかの音源を使ったらしいです。なんだっけ、何の音源だったかな、だからサンプリングみたいなもん、これみたいです。バンガロービル What did you do?みたいなやつだよね。はい、ヘイジュード、これはヘイジュード、ユートさん、ヘイジュードで、猫太郎さんかな。ヘイジュードの中学校の時に音楽の教室にヘイジュードを載ってたんですが、なんと歌詞が日本語でした。へえ。ヘイジュー嘆くな悲しい歌もいいよ。知らない、そんなの聞いたことないよ。ほんとそんなのあったの。はあ、そうなんだ。ゆうとさんは平常だ。僕の職場で退職された方がいまして、その方68ぐらいで、僕との年齢差は48歳でした。あら、じゃあ僕は20歳ってことか。坂崎さんと同世代だったんでも、その方ビートルズ好きで平常でよく聞いてましたと。なるほど。Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. ね、Hey Jude。タグローさんのリクエストいっぱい来てますね。タグローさん、前にさ NHK でタグローさんと一緒にホテルカリフォルニアやったことあったよね。タグローさんがホテルカリフォルニア歌ったんですよ。明日はハレリアさん。やっててキリがないよね。じゃあリーさん、タクロさんの高円寺、ああ高円寺のイントロね。ああ、ピッピさんも高円寺の人気あるね。これなんで雰囲気出てこないかっていうと、あれタクロさんのは D じゃないんで、マーチンじゃないんですよ。あれギブソンの J45 なんですよ。だからもっとガーッ、なんかガシャガシャの音するでしょ。マーチンのちょっとまとまりすぎちゃうな。ほら、これだと特にね、こういう弾き方だとね、このぐらいで弾ければまだいいんだけど。あ、ということはさ、マホガニーの18のがいいのかな。今28で弾いたんだけどね、今度18で弾きますよ。好きだなんて言ったりするとそんな気がして、こっちのはまだ合ってるかな。アメジストさん、ヒラリッカさん、春だったね。僕を忘れた頃に君を忘れられない、そんな僕の手紙がつく。曇りガラスの窓を叩いて、ね、これはこんな感じでいいですか。中途半端だった、ごめんね。南国の涼子さんは、今日までそして明日か、今日までそして明日か、あそっか、これはカポ、カポ必要ですね。はい、カポ。私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。今ね気になってんですけど、ね、手にちょっとなんかが引っかかったんだな。はい、大丈夫です。かくれんぼさん、香川亮の手紙。あ、背景、僕はとても残念でした。あの日君がホワイトジーンでなかったことが
スカートもいいけれどホワイトジーンならもっとかっこよかったと思います。あの日の映画、はい、ミモさん、ある雨の日の情景、はい、じゃあみんな追っかけコーラスやってください。いきますよ。バスが止まって、はい、終わりました。バスは動き出し、早すぎる、テレビサイズにも程があるってやつだよね。はい、次はトンコさん、愛知県、吉田拓郎さんの馬、競馬の今年登録された2歳馬の名前がアルフィーがいるそうです。あ、そうなの、アルフィーってのがいるんだ。馬、あ、知らない。はい、馬が走ってく、馬が走ってく、でっかい鼻の穴を広げて馬が走ってく。はい、馬が手を振った。もう本当すごい歌ですよね。もうね、馬がね、空の上からニカッと笑って馬が手を振ったのもね、俺絵が浮かんじゃっておかしくてしょうがなかったですよ。馬が手を振った、馬が手を振った、空の上からニカッと笑って馬が手を振った。すごいよね、なんかあったのかな、この時タグローさんに何が見えてたんでしょうね。柏の大輔41歳、マークツー。さよならが言えないで、どこまでも歩いたね、街明かりさえ消えて、足音が寂しいよ。分かってくれるただ一人の君を、話したくないのに冷たいこの世界。これ久々に歌ったんでワンコーラス歌ってみました。次は